します。挙手お願いします。どうぞ。真ん中の方どうぞ。フリーの松田です。今日発売のテーミスに財務省の裏金の問題を書きました。2点あります。最初は先週お伺いした運用費宅金70兆以上ある、そういう問題、外為特会の積立金が今21兆近くあるんですが、他の特会にもありまして、全部それを1回、財党に預けて、それを財党機関に配ってということになります。財党に預けるときに財務官僚の言葉で、こっちは事業分ですよと、こっちは基金分ですよとか資金分ですよとか言って渡して、それは元本が減らないようにやってくださいと言って渡すんですね。で、天下ってる財務秘書の OB かなんかを受け取って、それで国債を買ったり銀行に預けたりして、でぐるっと回って銀行に行くと、またそれで国債を買って、最初積立金でゼロ金利のはずのものをぐるっと回して国債を買って、それに利子をつけてますから、70兆円に 2% の国債の利子つけたって、毎年1兆5000億ぐらい国民の差になってるんですね。これそれで実は天下ってる金融機関に天下ってる、あるいは財政機関に天下ってる人たちを養ってるんです。そういうお金の流れがある、これを切るべきじゃないですかっていうことを、さっき党側に、特別会計のプロジェクトチームで行きましたから、衆参の高山さんに言ったらそれやると言ってました。行政最新会議の方はまだ特会のチームができてません。これ作って、切り込むかどうか、独立行政法人がやるのは間違いないでしょうけど、そこに行く前の特会の問題に切り込むのかどうか、これが1点、2点目がその不正経理の方の問題。これ実は2年前に枝野さんが経産行政監視委員長の時に、前田幸綱が一人で、会計検査院に出した各省庁の領収書全部調べるって調べたんですね。その時に財務省だけタクシー券が1枚も出てこない、これ明らかにみんな乗ってますから、実は財務省だけ乗り放題なんです、このご時世に。未だにそのこと自体が動かない不正経理があるっていうことの証明なんですよ。実は全然出さなきゃいけないんですから、出てないんですから、どこでごまかしてるんですか。で調べた、2年かけて調べました。で結局外為特会の為替差損の中に全部盛り込ましてる、その中に丸政経費もあって、自民党の派遣も入ってる、いろんなものが入ってる、バシャブシャブで騒いだのも全部入ってるっていうことがだんだん分かってきました。これ調査してきっちり明らかにしてください、それをやるとお約束いただけますかということで、今日参りました。はい、両方ともすでに調査を始めております。ただ調査チームを大々的にオープンに打ち上げて調査をするやり方もありますし、実質的なチームを作って調査をさせるやり方もあります。私は政策テーマごとにその2つの手法を使い分けてやっておりまして、特会については非公式のチームを作って、いろいろな今の点だけに限らず調査と検討を進めさせております。いずれ整理がついた段階で、特会についてもそれを踏まえたオープンな議論と検討と改革を提起したいというふうに思っております。はい、次の質問、黒井社長。フリーランスの小川博と申します。よろしくお願いいたします。先ほど の特区の提案という件でですね、ちょっともう少し踏み込んでお伺いしたいんですけども、ちょっと時間がなかったので多くの声が上がっているのではないかというちょっと留保付きで、福祉だとか雇用だとか医療だとかそういった特区の提案があったということなんですけども、以前ちょっと内閣府の方に取材しましたら、例えばラジオ局の電波、コミュニティ FM の電波の規制、出力規制ですとか、もしくは株式投資特区なんていうちょっとミクロな特区まで提案があって、それは全部ちょっと却下されたらしいんですけども、そういった以前の例えば提案があったやつを復活させるっていうこととか、もしくは今ちょっとあんまり具体的な名前が出なかったんですけども、どこの、都道府県市町村でどういった特区の提案があるのかっていうのを差し支えない範囲であればちょっとお伺いできればなというふうに思ってます。前者については過去の宿題は今現在進行形で
拡張折衝を政務官レベルぐらいまでやってもらっています。でこれは全部洗い直しをさせています。しかるべきところで、その結果は公表できるというふうにそんなに遠くない時期のつもりであります。私今日申し上げたのはさらにそれを超えて、まあ、名前の付け方はまだ決めておりませんが、スーパートップというのがいいのか、総合トップというのがいいのか、そういう包括的にいろんなものをセットで、規制改革セットにすることで、当該地域でモデル的に先行的に、まあ、例えば福祉とか例えば医療とかということで、先行事例を積み重ねたいという少しパッケージ化されたものについて、考えています。まあ、具体的なところを今の段階で申し上げるといろいろ差し障りあるかもしれませんが、先ほど実は埼玉県の上田清知事と直接お会いをいたしまして、まあ、埼玉県もいくつか今のような視点のご提案をしていただいているというふうに伺っておりまして、ぜひ積極的にそれをその提起を受け止めさせていただいて、検討したいということを申し上げています。次の質問。